こんにちは、アンジェリーク・トロワ。続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。トロワ、お腹が減りました。全然関係ない私事ですけれども、1日に4本撮りしております。はい、それを1日ずつ投稿しているので、今は今日の4本目となります。さあ、だからお腹が減りました。では前回はまでに、日常のやるべきことをこなしてまいりまして、今回は週末ということでございますね。で、日曜日にチャーリーさんとのデートの約束を取り付けました。押村区はもう少し相性を上げたかったんですが、ちょっとメルちゃんとの予定が合わずに、もう一上げしたかったけれどもね、仕方がないですね。まあ、その上で、まあ、チャーリーさんとのデートが日曜日うまくいけばいいなぁと思いつつですかね。とりあえずそこに集中ですかね。来週月の曜日以降のことはまた考えましょう。あ、で、一応話題確認しとくか。あれ、話題って、切り合い、人物、あ、これか。絶叫マシン。憎むくん。あんまりチャーリーさんの固有の話題はそんなにあるわけじゃない。まあ、絶叫マシン聞いてみたいですね。では、まあ、しのごの言わずにまずは寝ときましょうか。まず、どの曜日があるからね。ちょっと真面目に行きますから、どの曜日。眠る。おやすみなさい。で、各種情報は控えてあります。デートに向けての。口述指紋用のものは一応控えてあります。あ、また地震。大きいぞ。すぐ来てくれる、レイチェル。大丈夫？全く、最近のレイシンってば、休みなしって感じだよね。警護の方は私に任せて、とりあえずは安心して眠ってよ。明日からも頑張ってもらわなくちゃいけないんだからね。うん、分かったわ。ありがとう、レイチェル。どういたしまして。それじゃあ、おやすみ。まあでも、ゆうこ寝てませんでしたよね。立ってましたよね。ゆうこの趣味は夜中に立っていることなんだろうか。考え事してんのかな。しかし、地震が、レーシンが毎日あるけど、気持ちのいい朝。あ、なんか、改めて見ると、このアングルのゆえこさん、綺麗ね。そういえば、今日は陛下のところに行く日だったわよね。そうですよ。おはよう。あ、そうだ、定期審査、もう全く定期審査のことを考えてなかった。今日は定期審査の日だよ。陛下のところへ行こう。うん、ええ。もうあれです、今までみたいに戦いじゃないから全く定期審査意識しなくなっちゃってますから。ようこそ新宇宙の女王陛下よ。今日は私からあなたが導く育成地についてお話しするわ。ではエルンスト。はい、ご報告いたします。現在の幸福度は2810。ニヤッとと覚えてください。ニヤッと、ニヤッとしたよ、ゆげこの幸福値。2810。育成は順調に進んでいると考えて良さそうですね。常に努力されているあなたに恋のかけらを差し上げます。大切にしてください。あ、なんかもらった。恋のかけらを手に入れました。これはなんだ、エルンストさんからもらった扱いになるのかな。ちょっと一応ペンダントと同じようにエルンストさんからもらった扱いにしましょう。ありがとうございます。あなたが頑張ってくれると周りのみんなも励まされるわ。これからもよろしくね。はい、ではまた来週ここへ来てちょうだいね。王立研究員から報告のあった次の目標、幸福度は2700だから、今のままでも大丈夫よ。まだニヤッと湯気これも大丈夫ってことですね。これからもこの調子で頑張ってちょうだい。
わかりました。頑張ってください、ゆうこ。はい、失礼します。前もアイテムもらいましたっけ、ちょっと忘れてしまったけど、やっぱ持ってるだけで何かがいろいろ上がりやすいんでしょうね。今回で言うと多分持ってるだけで好意が上がりやすくなるんだろうな、多分そういうことだよね。でもプレゼント扱いになってるんだよね。ああ、だから空の楽だね。プレゼント扱いになってるんですけど、あー、これあれか、これエレネストさんじゃなくて、やっぱこれ公式かな、ちょっと公式のもらい物かもしれないです。空の賭けの時も教わったかもしれないので、うん、多分全体的に好意が上がりやすくなるんでしょうというアイテムと予想。じゃあ情報はいいね、全部すべて、あの最新の情報はゆえこノートに書いてあるので、うん、大丈夫だな。ちょっと待って、よし、じゃあ好意62からどこまで上がるかというところを頑張ってみましょう。デートが結構ね、たくさんやっぱり質問場所とかね、いやというかトークする場所があって、でその中に前あったね、メルちゃんみたいなスチールイベントが隠されているっていうことが分かりましたので、非常にトロワの デートはね、単調ではない、飽きのこないというか、そういう感じになってますね。よし、そんなごたくはいいんだ、私のごたくは次行こうっていう感じですよねおっと、しかもまた、そろそろ気づけ、そろそろ気づけ、ああ声がどうぞお力を、ゆげこ陛下。今何か聞こえたような、気のせいかしら。しかし気づかなかった、また気づかなかった、見えてるのに気持ちのいい朝、よく寝たようだね。今日は日の曜日だから育成はできないのね。どうしようかな、約束してるでしょ。おはよう。せっかくの休みなんだし、誰かのとこへ行ってみたから。今日はチャーリーさんとの約束があるのよねそれじゃ予定を決めてね。だからチャーリーさんのとこに行くんですよ。で、これで、あえてのすっぽかしができるわけね。怖い怖い。だ、ボタンの押し間違いとか注意だね。今日の予定はこれでいいんだね。そう、大流商店行ってきます。それじゃ、行ってらっしゃい。うん、行ってきます。いや、元気そうやなおはようさん、俺との約束覚えてくれてたんやな、めっちゃ楽しみやわ。ほな、どこ行く？さあ、これは選べないじゃないや、選ばされるので、さて、で、水晶の実は嫌いなんだよね。天使の広場がお好きなそうです。でも、なので、一番最初のね、天広。あ、誰か いたら、いたで、なんか、表示されるのかな。表示されないね。ここはないんだ。じゃあ、天使の広場に行きましょう。チャーリーさんの好きな。そこでええんやな、決まり。よっしゃ、行こか。はい。さあ、デーティングです。ラブチャットするところはあの椅子のところだったよな。ああ、うまくいくでしょうか。チャーリーさんタイプの人とあまりお付き合いしたことがないので、質問の答えが難しいかもしれない。ここは天使の広場やで、いろんな商売やっててめっちゃ楽しいんや。はよ行こ。さあ、2、3、4、5、さあもういきなり行きましょう。商売、お、ここはスパイス売ってる店やな。ふむふむ、種類も豊富やし、ええもん揃えてるわ。ゆえこはスパイスって言ったら何を思い出す？いかん、わかりにくいやつ来た。私は胡椒を思い出します、お酢を思い出します、ゼフェル様を思い出します。なぜ？辛いもん好きやっけただチャーリー様はゼフェル様に対して特に何か思うこと、なんだこれ、怖っ。
怖い。え、ゼフィル様って辛いものそんな好きだったっけ。あった気がする、そんなことが。うん、キャンディ嫌いだもんね。ただで、お酢は香辛料ではないからね。待てよ、ダジャレか。お酢香辛料ゼフェル関係ない。ゼフェルで香辛料ダジャレ思いつかない。じゃあ無難に胡椒でいきます。まあそれやったら誰でも思いつくやろな。まあええー、けど、あーやっぱ無難なのがダメなんだね。了解。くそ、無難なのダメなんだね。やっぱトッピなのね。はい、わかりましたよ。じゃあ次こっちで、こっちでチャレンジだ。お、うまそうな果物や。うんうん、傷のついたもんは置いてないみたいやな。合格。ところでゆげ子は物を買うときって何が大切やと思ってる？買うときに大切なことは量が多いことです。質がいいことです。値段が安いこと。うわー難しいこと大きくね。これ何が正解かわからんよチャーリーさん。ただやっぱりね、商人、まあもちろん安く売るということは大事だけど、あ、でも買うときに大切なことって言ってるからな。売るときに大切なことはと買うときに大切なことは微妙に違うかもしれない。でもね、お安くて質がいいってこと、でも安い、値段が安いことですが正解な気がしなくもないけど、あーでも量が多いこともな。これ何言っても反論が来る感じですよね。安いと、え、悪い質でもええんかいなってなって、質がいいって、うん、それじゃあ値段は考えんかいみたいなこと言って、量が多いことです、これも同じだよね、大きないいってことじゃないやろみたいな。これは難しいな。でも質でいこうか、あえて。うん、安、うん、お、ええこと言うやん。その通り。もっと言えば値段と質の大手でもこれが一番やな。まあその通りですよね。安物買いの前入しないって言いますけどね。安いもの買ったけどすぐ壊れちゃって結局新しいものを買うとかね。要はちょうどいいものだよね。見極める命を養いたかったら俺の店に来てや、待ってるで。よし、とりあえず持ち直した。でもうラブチャット行こうな。この辺でちょっと話でもせえへん、せっかくやしな。俺の話が聞きたいんやったら遠慮なく言うてや。さあ、じゃあ早速その絶叫マシンとやらの話を聞きましょうか。ちょっと待ってね。絶叫マシン、絶叫マシンっていうのか、この世のどこにあるんだろうか、このゆげ子の世界の。あのチャーリーさんって絶叫マシーンがお好きなんですよね。そや、それもほんまに死にそうなくらい怖いんがええんや。特に体に紐つけて高いとこから飛び降りるやつ、あれが気に入っとってな。バンジー的なジャンプ的なやつですか。私はに怖い、苦手ですね。苦手すぎてもう長年行ってないから本当に怖いのかどうか分かんない。だから逆に今は絶叫マシーン乗ってみたいね。本当に嫌いだったかどうか忘れたぐらい昔の話だから。地面にぶつかりそうなスリルがたまらんのや。怖いよ。くぅ、またやりたなってきた。ほな、次は何を話そうか。うん、これはもうマックスだったから良かったってことかな。いい質問だった。好きなの、嫌いなの、上の。まあ、今はあれかな。まあ、こういうのって、あの関西でなんて言うんでしたっけ、こういう、まあ、いや東で言う無粋なことはね、あえて言わずに、まあ程度らしく好きなもの嫌いなものとか聞いてみますか。まず好きな食べ物。あのチャーリーさんの好きなものって何ですか。へえ、フカヒレスープ、めっちゃ好き好き。家で専用シェフを雇うてしもたくらいやからな。
もうあの歯ごたえが何とも言えんのや。そんなにフカヒレスープって美味しいんだ。でもやっぱお金持ってるんだな、チャーリーさん。シェフ雇った。スープに盛り上がるフカヒレの姿に、あー食いたい。そうか、フカヒレスープ、あ、フカヒレスープが好きって書いておく。フカヒレでスープが好き。ほら次は何をここで、うん、苦手なものはあのマイナスになる確率が高いんですよ。あの苦手なもの聞いても上がるときあるっていう話もコメントでいただいたんですけれども、だからここは自分の役割を先に聞こうかな。それで情報変化、ただそれ以外のが下がりそうなんですよね。うん、それ以外が下がりそうなんですよ。だからチャーリーさんにとって情報変化ってってのも実は地雷の可能性がチャーリーさんの場合はなきにしもあらずだから、だから順番変えよう。下がる可能性が高いものを先に入れて、ここ多分これは上がるかもしれないから高校でいこう。あ、でもあと3回、あと話題3つもあるのか。じゃあ女王陛下から聞こうかな。女王陛下苦手なもので自分の役割かな。じゃあ女王陛下。もうそんなに見つめんとって照れてしまうやん。そうだ、忘れてた。そう、待つっていうのも大事だったのよ。そう、あえて待つとボイスが聞こえる。そうそうだ、一回待とう。初めてのデートの時は女王陛下について。あのチャーリーさんは女王陛下をどのようにお思いですか。素晴らしいお方や。でさらに言うと俺んとこの超お得意様や。あ、そうなんだ。ここだけの話、陛下は学生時代からうちの百貨店のファンなんやて。そうか、初めてこの話聞いたときは驚きやら嬉しいやら、くーめっちゃ光栄や。光栄ってことになりましたが、陛下のためならなんぼでも仕入れたるで。そっか、まあそのこととは別かもしれないですけどね。 OVA 版のチャーリーさんはなかなかいい活躍をされるそうで、それもおすすめされましたけど、全まだねアニメのアンジェリーク全然見てないですからね。ほな次は何を話そうか。じゃあここで嫌いなもの、苦手なものを聞こう。あのチャーリーさんの苦手な食べ物ですけど、どっちも高級、どっちも高級。ツバメの巣かな。味せえへんもん、うん、あれは後から味つけるもんだもんね、一回戻してから。しかもあれってツバメが1ヶ月もかけて作った大切な巣なんやね。その通りですよ。ウキウキ気分で帰ってみたら家が丸ごとなくなってたって、シャレになってへんわ。そんなん考えたら空気もなくすってな。その通りだと思う。私も全く同じ考え。ツバメの巣は食べないよね。ほな次は何を話そうか。そうだ、まあ、ここで下がってしまうのは予定の範囲内で、ここで役割を聞いて持ち直したいところです。で自分の役割をちょっと待ってね、メモるからちょっとメモるから。自分の役割、はい。あのチャーリーさんは宇宙におけるご自分の役割についてどう思われますか。そうやな、うちの会社って宇宙最大の企業なんよ。あ、やっぱりそうなんだ。ちょっとしたね、流浪のというか、流浪のというか旅商人ではないんだね、チャーリーさん。そうだよね、前、そうだよね、以前の作品とか今回の作品でもそうだよね、いろんなもの協力してたもんね。そうだ、今回の一番初めのアニメーションでありましたもんね。ってことは財源も機動力も情報網も当然宇宙一やろ。そのどれかを女王陛下に求められた時、すかさずさっと差し出す、それが俺の役割やな。結構真面目に考えてるやろ、惚れ直した。はあ、ほんまはもっと話してたいんやけど、時間もあるし、ここは我慢やな。ほなそろそろデートに戻ろっか。
俺ちゃんとついてくるんやね。よし。でも上がれなかったですね今ので。さああと2個大事に使いたい。これ行ってみようかな。台車が置いてあるわ。引いて帰りましょう。中に隠れましょう。やめとこ。ギャグだな。引いて帰ろう。中に隠れる。よっしゃ。ほなあんたは後ろから教えてや。なんでやねん。よしよし、ノリ決まった。それだけ。さあスチルがありそうなとこを確認したい。 あるかな。どこがあるかな。これもう一周一応できるんですよね。一応残しとこうか。終わっちゃうっけ。いやー歩いた歩いた。あー終わっちゃったか。ほな部屋まで送っていくわ。そうか、もう一周できなかったな、ごめんなさい。わざわざありがとうございました。今日はほんまハッピーに過ごせたわ。また機会があったら一緒に行こうな。ほなおやすみ。何をしようかしら。さあということでデートが終わりました。94まで上がりました。また100まで惜しかったですね。ただ相性の割には上がったのかな、ただね失敗もあったし、あと1回分ねロスしちゃったのがちょっと残念でしたけれどもね、ちょっと機会を逸したかな。ただまあプラスに考えれば次の1回でマイナスの結果になった可能性もあると思う。プラスに考えよう。むしろ今回は比較的うまくいったんじゃないかと思うことにしましょう。うん、チャーリーさんのデートやっぱ楽しかったですね。やっぱ今までおとなしめなタイプの方と結構が好きなので、まあ、そういう方と多くね恋愛なんかも含めて集中してましたけど、まあ、チャーリーさんみたいなタイプの人、あと最近だと、まあ、メルちゃんみたいなタイプの人もねあまり交流しなかったんで、うん、まあ、こういうとこ攻めていくのも楽しいですね。まあ、あとは残るは教育係ね。教育係の3人ということで、まとめると、うん、相性ね、せっかく教育係の2人を、特に2人がねもともと高いからね、うん、寄り道って言ったらあれですけど行きたいところですけれども、まあ今後どうなるか。さあじゃあチャーリーさんの94、まあ、メルちゃんもね90代でなんか追加の第2段階みたいなイベントがあったんで、ちょっと次回に期待したいところですね。では、切りもいいので今回はこの辺で終わりにしましょう。いやー楽しいデートでした。やはりデートの選択肢は普通今までとは違いましたね。失敗したところがありましたね。無難に言ったらやっぱ失敗するんですね、チャーリーさんの場合は。ということで、でもあれ正解何だったんだろう。全然関係ないやん。あ、オスかな。あれ正解オスかな。香辛料じゃないやんかな。ツッコミを入れられるの、うん、が良かったのかな、うん、いやでも面白かったです。またチャーリーさんとはデートしてみたいぐらいですね。あとスチルがねやはり見たいですね。それぞれどの方もそうですけど、すいません最後話長くなりました。では日の曜日を堪能したところで平日をまた頑張ってまいりたいと思います。平日のことについてはまた次回の冒頭で予定を立てていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。失礼します。